神奈川県横浜市鶴見区生麦生麦は神奈川県横浜市鶴見区の地名。現行行政地名は生麦1丁目から生麦5丁目。住居表示実施済み区域。郵便番号230-0052。文久2年8月21日に生麦村を通行していた薩摩藩国府である。 島津久光の行列に乱入した際のイギリス人を薩摩藩士が殺傷する事件が発生し、この事件を発端に撮影戦争と呼ばれる薩摩藩とイギリスとの戦争が勃発した。北西で岸谷、北で鶴見、北東で鶴見中央、鶴見川をまたいで、東で、下野野町、小野町、末広町、南で大黒町、南西で、森谷町、西で、 神奈川区、小安通、小安台と隣接する。京急本線の加月総寺寺駅、生麦駅及び JR 東日本鶴見線、国道駅があり、旧東海道及び国道15号線が通過する。1862年9月14日に起こった生麦事件が有名で、生麦駅近くに事件の石碑が残っている。繁栄地名として、 1980年まで存在した生麦町の町域全体を指して呼ぶ場合がある。この場合は生麦のほかき下に鶴見、鶴見中央の一部も含まれる。面積は以下の通りである。江戸幕府二大将軍、徳川秀忠の行列がこの地を通る際、道に水が溜まっており、通行ができなかった。そこで村の人たちが、 街道の脇の生麦をり取り道に敷き、その上を行列に通らせた。秀忠は感謝として、この一帯に生麦という地名を与え、村人に漁業を営むに関して、特別な権利を与えた。古来は、武蔵国吉樹群、岸村と称した。江戸時代に生麦村に改称。女鉢が裏の一つとされ、漁業が盛んであった。住居表示実施後は、 生麦一丁目の5丁目を指して生麦と呼ぶことが多い。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。下の野鳥とは河川上の一点で接している。ありがとうございます。